皆さんこの手腕分離はできるんでしたか？手腕分離というのはこうやって肘だけ動かしてるんです。今肘だけって見えるけど、この人も逆回転してるってことなんですよ。ほら、ここを上向けてねって言って、やっぱりやめたみたいな、キュッキュッ、普通こう一緒になっちゃう。それがクッ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 ク。なんかね、物を持ってね、例えば野球選手がピッチングをするときとかって、この中で、この内線をこうクッと外線に変えたりとかってやるんですよ。だけど、ここ全部がこうしか動かなかったら、あいつ今からカーブだなとか全部バレちゃうじゃね。なので、手の内を見せないっていうことで、握ってるものを変えないで、この手首だけでクッとこう変えたりとかするやつってあるんですよ。あとは、こう弓矢をギューッと引いてね、で、こうやって今からパーンって離すぞって言った時って、ここギリギリ通っていくんですよ。弓矢が。で、そうすると、日本人の人って、こう、加害線って言って、猿手になってる人って多いんですね。こうやってまっすぐした時に、この外線がしすぎちゃうの。だとね、ここのとこがボコンと出ちゃうんですよ。これ猿手なんですね。で、欧米人ってここまでボコンとなんなくて、これでまっすぐなんですけど、猿手の人ってギュッてこう出てきちゃうのよ。で、これって、器用な手だとは言われてるんですけど、回線が多すぎるから怪我もしやすいって言われるんだけど、そうすると、弓をこうやって引いた時に、ほら、ここボコンと出てるから、ここギリギリだとここぶつかんのね、バンって。で、ぶつかると痛いじゃないですか。だから、でもこの弓を持ってる、この棒のところって、痛いからって言って、こうしたらダメじゃんね。だから、このまま持った状態のまま、ここの部分を、グッてすんのよ。わかる？こうやってんのを、グッてすんのよ。そうすると、ここ、隙間空いたから、ぶつからないっていう。だから、弓道とかする人は、意外と、この、手腕分離って言うんですけど、手っていうのは手ですよね。で、腕。手腕分離で、これができるんですね。ダンスをする人は、これできないと、実はまずいんです。なんだ、まずかったんだ、みたいな。まずいんですよ。だって、スタンダードってこうやって踊ってて、ここの部分が外旋してるけど、こっちから内旋して、これ外旋って全部ぐちゃぐちゃ使ってるからね。それが、ここが内旋するから、この人も内旋ってやってて、男性の手をこうやる人って多いじゃない。で、男性こんなことされるわけよ、手。で、いてみたいな。で、これが、こっちの手は外旋で、ここは内旋で、こっちは外旋なんですね。これがサクサクっとこう決まらなかったら、やばくない？みたいな。日常でこんなことやらないじゃないですか。だから、なんかね、脳がね、忘れちゃったのよ。で、そしたら脳神経学で言った時はどうしたらいいって言ったら、ここをまず撫でてあげることです。ここの感覚が乏しいわけだから、感覚入力という意味で、キュッ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 ってこう撫でてあげるわけね。で、撫でてあげたら、こっちは過剰なわけよ。いつも使ってるから。だからこの肘のところ撫でてあげたら、こちら側をテーブルかなんかの上にトンって置くんです。そして置いてて、そう、ここだけクックって、このとこだけクックックって回すんだわーってやってあげると、なります、だんだんと。そう、そんなイメージなの。そう、ずーっとやっててごらん。でね、これはね、努力するとなるんじゃないんですよ、残念ながら。なんか、クソみたいな。えいって、できたできた、イエイってやつがどん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 、で、ってこう焦ってくるじゃん。私だけ、できないなんてクソって思う気持ちでやると絶対ならないんです。これなんでかっていうと、こう交感神経が優位になっちゃうとダメなの。これって副交感神経でやってるんですよ。だからやろうとするとならないんですよ。で、実はスピンとかするときも失敗したからやろうとすればするほどできなくなるの。交感神経を優位にすると意外とやらないことって多くてね。で、自然になんか任せてやっちゃえたとき、あ、なんか今日ってまぐれでできちゃった天才は私なんてときあるじゃんね。で、全然やろうと思って人がいてさ、よし、この間すごいくるくる回れたから、人がいるから一応見せてやっかなんて思ってやると絶対失敗するんですよ。で、なんだろうこれって思ったら副交感神経なの。だから誰も見てないとこでお風呂に入って手すりかなんかに、はーってなってね。で、なんか言ってたな、こいつ。こうしろとかああしろとかって言って、なってるみたいな。なんかそういう感じで急になるんですよ。で、なるようになったら二度とならなくならないの、今度。不思議でしょ？自転車と一緒なんですよ。自転車って最初乗れないじゃん。で、持っててよとかって、手離せないでよ絶対とかキャンキャン言いながらさ、こうやって乗ってくじゃん。で、いつの間にか、あ、こいつ大丈夫だなと思ったお父さんがふと手を離してた時に、お父さん持ってるよとか言いながら、あ、そうって時、離
でも乗れたりするじゃんね。でそこから、あ、私乗れたんだってなってからは絶対乗れたじゃん。で乗れたらもう二度と乗れなくならないんですよ。なんかそれとすごく似てるの。だから本当は人間ってもっともっといろいろ使えるんだけれども、日常生活で使わなければそれは退化させるわって話なのよ。なんでって言ったら、脳はエコだから次の時のために取っとくんですよ、エネルギーを。あ、これ使わないんですよね。あ、じゃあもう肘は寝ますかみたいな状態で、で今度いきなりダンスです、肘使います、ええみたいな、どうやって使うの、どうやって使うのみたいな、叩くと違うところに入力しちゃうんですよ。だから撫でてあげるの。撫でてあげて感覚刺激を脳のところで、なんかね、痛みという痛覚に行っちゃうと全然違うことしてますます守っちゃうから、こうやって撫でてあげて心地よい刺激を入れてあげるんですよ。でそうすると活性化できるから運動神経系からスッといくという、こういう動きができてくるっていうことなんですね。